はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の等比数列とその和丸4をお送りします。で、これでね、等比数列4本目 で今回ポイントがありです。で、何のポイントかっていうと和の公式をやっていきます。で、それも含めて全部で6問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば今からね、全部書いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。で、まあポイントね、書いてありますが、和の公式です。まあ等差数列でもありましたけど、まあここからここまでの項を足したらいくつっていう和を求める時ので、和の公式は初項、項比で項数、この3つが必要です。で、その3つを使ってやっていくんですけど、2つ場合があって、R、つまり公比ね、公比が1じゃないとき、ほぼこれです。基本的に問題っていうのは。けれど、R が1のときも出てくるんです。で、R が1っていうのは、例えば初項5だとするじゃん。こうやって。R、公比だから、ずっと1をかけ続けるのね。で、どうなるかっていうと、ずっと1かけるから、ずっと5なの。で、これをその状態、5番が。マイナスにずっとなってるでしょ。で、ほぼ出てこないですけど、まあ、出てこないとも言い切れないので、まあ、その分けてね、ぜひ覚えてください。教科書とかもね、分かれてると思うので。で、 R が1じゃない時、まあ、こっちがメインって話をしたんですが、2つあります。で、これ順番どちらでも構わないんですけど、これ両方覚えてください。で、どっちから言ってもいいんですが、ちょっとこっちから行こうかな。両方とも分数です。で、こっちは R-1 です。 R-1 で、ちょっと書いちゃおうか。これちょっとリンクしてて、こっちはね、1-r なの。逆になるっていう。で、上はカッコがつくんですけど、カッコの前の a は同じです、両方とも。で、カッコ、カッコ、こっちもカッコ、カッコなんですけど、こっち r-1 なので、r の n 乗マイナス1が来ます、ここ。r の n 乗マイナス1。で、こっちは、1-r の n 乗が来ます。だから使ってるパーツは変わらないんです。これが、上のね、rn-1 と下の r-1 が逆になっただけなんだよ。そう。っていうね、まあ、これ両方覚えてください。で、どう使い分けるかっていうと、結局、公比のちょっとね、がポイントになってて、公比が1より大きいとき、まあ、2とか3とかね、そういうときはこっちを使います。で、公比が、まあ、1より小さいとき、分数で、まあ、1より小っちゃいときとか、あとは、ま、マイナスの時とか、で、マイナス5とかね、マイナス7とか来ると、こっちを使います。で、もちろん、こっちで、もう、私はこっちしか使えません、みたいな子もいて、実はそれも大丈夫なんだけど、大丈夫って大丈夫だけど、でも、分母がね、下をマイナスにしたくないの。例えば、こっち、あ、じゃあこっち行こうか。こっちで、R が5の時にやってしまうと、下が1-5なんで、マイナス4が来ちゃうのね。で、それだけでもちょっとごちゃごちゃしてしまったりするので、まあ、分母がプラスにするために、1より大きいときはこっち、1より小さいときはこっちと使い分けると、個人的にはやりやすいかなと思います。で、あっちっすね。R が1のとき。これは色変えようか。これ超シンプルで、NA です。R 関係ないっていうね。で、これは、A、初項ね。初項を N 個分かけるって意味と同じになります。で、なぜかっていうと、消さなきゃよかった。さっき5ってやったでしょ。これ、ずっと5だから、初項の5を N 個、3回かけたら15でしょ。で、だからそれ、5、初項の数字を N 個、項数分かければ必ず和になるので、項比が1の時は NA で求めることができます。よし、じゃあ実際の問題やっていきましょう。で、今回、数列、等比数列ね、3つ作ったんですが、初項から N 項までの和、これですね、基本的に。N 項までの和。と、第5項までの和っていうのを両方出してもらいます。で、N 項の方は公式ね、まず使うだけなので、シンプルにやっていきましょう。で、初項と、項比が大事なので、1番、じゃない、4番は、初項1の、項比ね、3ずつかけてるから、3って分かる。つまり SN ね、和は
R が3なので、まあ、こっちを使おうかなと。でですね、まあ、下 3-1 ってちゃんと書いてもいいんですけど、まあ、3-1 ぐらいはね、全然暗算でいけるので、余計なものはしちゃいましょう、さっさとね。で、書庫1なので、意図的にちょっと書きます。本当は書かなくていいんだけど。1括弧、で、R が3だから、3の N 乗、-1 となります。で、これ1をね、消して、2分の3の N 乗、-1 でも全然 OK だと思うんですけど、これね、今まで教えてきた生徒の中で、この2分の1の部分を前に出せと、いう先生がいらっしゃってですね、こういうこと。こういう状態。ここまで持ってけよって言われたことがあるのね。で、これちょっと書き直すか。書き直すと、すいません。ちょっと板書が足らんくなりそうなんで、書き直します。どの状態かっていうと、2分のでしょ。で、1のか、1はず、消えてしまうから、括弧も必要ないので、3の N 乗マイナス1って自分で、こうやってやっちゃうんですよ。ここで止めてしまうんですけど。それで減点食らったことがあって、学校の定期テストで、自分の生徒がね。なので、まあ、こっちのが安全なのかもしれないです。まあ、みんなが通ってる学校で合わせてもらえたら、先生にね、合わせてもらえたらありがたいです。で、もう一丁。第5項までなんで、ちょっと S5 って書き方をしますね。5項まで。で、これは、N が5っていうこと。項数だからね。5項なので、まあ、N のところに5を入れればもう終了だよっていう話。だから、2分の1があるので、2分の1かける3の5乗マイナス1ですね。で、3の5乗。うん。243で合ってる気がするんだけどな。いいよね。243だと。明るくすぐ計算してね。で、マイナス1だから242。つまり、約分っていうかね、割り算して、121が5項までの和となります。かな。で、次が、まあ、さっき言ったこのパターンだね。ずっとマイナス2ですよっていう。諸項マイナス2。で、項比が1です。つまり、こっちの NA を使うから、まず N 項までの和は、N はまあその N なんだけど、A がマイナス2となるので、マイナス 2N。まあ、これはもう書き方うんぬんではなくて、これしかないね、もうね。で、もう一個。5項までの和は、まあ、ずっとマイナス2が続くからね。まあ、マイナス2が5個で、マイナス10でしょっつのはわかりますけど、ひとまず、ここの N に5を入れるので、マイナス 2×5。つまり、マイナス10ですよと。ね、これで OK となります。で、最後。またね、これは項比が、こっちのパターン。1じゃないパターンだね。で、諸項が、マイナス1です。で、公比がマイナス2ずつね、変わってかけてるので、公比マイナス2になります。で、まず一般項じゃね、N 項までの和を出すと、R がマイナスになってるので、まあ、こっちのがいいです。こっちのがいいです。そうすると、下が1マイナスマイナス2。つまり1プラス2に変わるので、分母が3になるんだよね。3と。こうやってね。で、あとは公式に当てはめて、マイナス1も、まあ、マイナス、まあ1は1かもね、カッコ。で、1マイナス R の N 乗なので、1マイナス、R がマイナス2だから、ここにマイナス2、こうなります。つまり、ここね、中括弧にしなきゃいけないの、こうやって。こういう感じでね、ちょっと3があれか、飛び抜けたな。こうか。となります。で、俺はここでいいかなと思ってしまうんですけど、まあ、これもね、そういう指摘が前あったので、ここ、マイナス3分の1が括弧の前にあるから、それを出してしまって、マイナス3分の1、中括弧1マイナス、マイナス2の N 乗と、で、中括弧閉じ。こんな感じになります。で、幅がね、非常に厳しい戦いになりました。これまずいな。ちょっと待ってね。そうすると、ごめん、途中式多分書けないんですけど、S5、無理だな。5項まで。N が5、ここ代入します。マイナス2の5乗なので、マイナス32になります。待ってね、マイナス32。で、1マイナスマイナス32だから、1プラス32になります。だから、中括弧の中は33だね。
で、それとマイナス3分の1を掛け算するから、ここ暗算で申し訳ないんですが、マイナス11と、こういう感じになります。これがね、等比数列の和の公式と、まあ、公式の使い方となりますので、ぜひね、確認してみてください。では、今回は高校数学数 B の等比数列とその和丸四をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、まあ、これの公式を使ってですね、次回から問題演習やっていきます。で、丸六までだね。つまりあと次回ともう一個、まあ、2本分ね、問題演習やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。